チャオ、ゆりこ大河です。皆さん、こんにちは。今ね、車で移動してるんだけど、せっかくだからね、もう年末ということで、新しい年になるんじゃないですか。で、今年というか2019年、いろいろあったなーって思って。今年は、どんな年でしたか？やば。あ、MC の。え、見せないですか？見せないですよ。シャイだからね。どんな一年でしたか？いやー、結構変更が多かったんですね。変化。そうですね。もうジェットコースターな感じで、もういいことと悪いこと全部、なかなか感じだったんですよね。もう最初から。嬉しかったこととかある？一番変わったこととか。一番嬉しかったことは、まあ、まずは家変えたんですね。4月から新しい、あの前動画に見せたの家になったから、まあ今ちょっと家賃が高いけど、まあ、住んでる場所はすごく好きな東京の場所だし、あとは広いから、それが良かったし、でも仕事的にはジャパンインモーションリポーターになることが一番嬉しかった。あ、そうだね。そう、レギュラーのテレビ番組に出ることがやっぱり夢だったので、そのジャパニーモーション YouTube にもチェックはできるので、よかったらぜひチェックしてください。なんかそれのおかげでいろんな日本の、あのところを回って、日本の文化もっと勉強して、なんかいろいろ並べもことできるって、今よかしかった学ぶ、いろんな学ぶこともできたので、それが一番嬉しかったし、あとすごい仕事がと思ってたのは、多分私の人生はねちょっと変えたと思うんだけど、YOSHIKIチャンネルに働くことでした。あ、 X ジャパンの YOSHIKIさんと隣に、一緒になんか仕事するのは、いや本当なんか人生の中で本当も分かる。ああ、嬉しいよね。考えたことないし、そう。で、それのおかげで多分、その本当の自分は Twitter とか Instagram の別のアカウントしてるんだけど、モデリングだけで。なんかそのパンクの魂は昔のようの、そのロックが大好きの魂が戻ってるから、それはね、もう YOSHIKI 様のおかげですよね、完全に。それをね、素晴らしかったね。いい経験だった、すごく。いい経験だった。ずっと緊張してたんだけど、すごくいい経験だった。あとは、なんかある？あといいこと、まあまあ、いろんないいことがあった気がするんだけど、あ、そうですね。結構大事じゃん。YouTube が成功した。そうだね。まあ、すごく今成功まだ言えないけど、結構6ヶ月でもう6万フォロワーができるって思わなかったんですね。ちょうど1年、そう1年、そう1年前スタートして、まあ、一番最初でもそんなに動画出してなかったね、多分4本5本ぐらい。最初コスプレの動画とか出して、コスプレの動画を出してみて、いや、なんかなんだろう、ちょっと変えてみたら本当の自分、ゆりこ大河も完全に自分を出してみたらすげえ盛り上がってくれて嬉しかった、よかった。 YouTube も結構楽しい時間もできるので、あれ今太ったからって今思った。でもダイエットです、一応、まあ一応ダイエット成功したというか、成功、まあすごく成功した、あの、痩せたかったの分がまだ半分かなと思うし、でも、最近がロケが多いから、ちょっと最近めっちゃよく食べて、また2キロぐらい太ってしまった。でもまだセーフティーぐらい、セーフティーこれぐらいがあるんだけど、すぐ取れるような感じ。気をつけてよ、イタリア行って帰ってきた時に。いや、だから今太る、だから痩せたでしょ、今太るでしょ、来年また痩せます。来年はまた痩せます。ですよね。もうクリスマスと年末は無理だもん、本当に。だよね。年末は太るって言うからね。もう太る。それがもうしょうがない。諦めた方がいい。めっちゃ好き。
あー、お餅美味しい。そうね、日本ってさ、お餅作るよね。そう、お正月にお餅で食べる。そう、そう、今年はね、初めて実は6年間の中にイタリアに帰る実家で。おー。そう、12月の30から1月の10に、うん、お母さんとお父さんと、うん、そう、年末を過ごしたいなって思って、帰ります、うん。ちょっとだけね。やっぱり、クリスマスはね、ずっとできなかったから、うん、で、年末とかクリスマスずっとコミケのせい。コミコを参加するためは、だったんだけど、今年はね、ほんとギリギリで、29はコミケに行って30は出発。おー、忙しい。そう、忙しい。でも今年ほんといろいろあった。いいこともあったんだけど、やっぱり悪いこともたくさんあったよね。悪いこともあったよね。悪いことは、まあパーソナルなことはちょっといろいろあった。パーソナルなことはいろいろあったんだけど、うん、あとはまあやっぱり太ったね。一番太ってたあの時期は、うん、多分今年だった。そうだね。もうポルトガルとイタリアに帰ってきてからもうオーバー8キロぐらいだったよね。やべえと思って、いつままこうになったのって。やばいね。あ、ミリコちゃんってなったもんね。いや、そうだね。私も別にみたいな感じだったんだけど。大きくなった。大きくなったよね。おっぱいでかかったよね。あとは、でも、それぐらいかな。それぐらいか。じゃあ、うん、来年はどういう年にしたいですか？最高の年にしたいなって思う。まずは目的っていうか、もうバンド作る方で。作ることですね。もうこれが前から言ってるんだけど、実はね、今年2019年ね、チャンスがあったんだけど、いろいろ問題があって、まあ、発表できなかったから、来年は新しいメンバーでもう発表したいし、もうライブやりたい、歌いたい、ヘレクソでも歌いたい。あとはやっぱりもっとちょっと痩せたい。痩せたいっていうか、痩せ、みんな痩せるってすげえダイエットはきついとかじゃなくて、やっぱりもう歳も取ってるし、うん、コスプレのクオリティも上がりたいから、正直もうちょっと筋肉をつけたい。ちゃんとフィットネスな感じで、もうずっと元気な感じにしたい。やっぱり太るとすぐ疲れちゃう。確かにそれがそう。確かにそれがずっと疲れてたんだ。ずっと重い感じしてて、それがちょっと嫌になって、もうちょっとね、引き締めたい。なんだっけ、引き締める、引き締めたい。そうそうそう、はい、マッソーみたい。マッソー。なるほど。あと YouTube の10万フォロワーを超えたいです。イエーイ。いや、もっとね、とりあえず10万あすぐ超えるかなって。スチューンポジティブな感じ。そう、 YouTube はね、もうちょっとメイン活動にしたいなって。そうだね、 YouTube やってよかったよね。そう、あとオリンピックの時期だからね、実はオリンピックのために何がしたいなって。ポップカルチャーとか、ポップカルチャーのもうアイコンとかアンバサダーとかになりたい、うん、外国と日本につながれる存在になりたいから、うんうん、それがね、認めてくれたら本当ね、一番ベスト。お願いします。誰かクライアントがいたらお願いします。ゆりこだいがです、よろしくお願いします。営業してね。いいよ。はい、そういうことかな。あと家をきれいにする。ちょっと待って、そうですね、ちょっとね、今年はね、家買いたんだけど、めっちゃいい家なのにコスプレと一緒とかものが多すぎて、もうやばい。倉庫ですよね。倉庫に住んでます。あと猫ちゃん、あ、猫ちゃん、カンコトです。やっぱり猫ちゃん欲しいよね。ちょっと来年お母さんになりたい。お母さんになりたい。猫ちゃんのお母さんになりたいです。もう結構いい目標じゃない？結構いいね。結構いいね。他のものとかあるんだっけ？他の作ること。お金作ること。お金も買おう。もうちょっとも買おうかなって。そうだね。料理は？料理頑張るとか。ね？そうなんだ。あれ聞いてますか？うん。一応は料理をもうちょっと。勉強しようかなって。確かに一つの目標。絶対やらないね。あります。やる気がねえな。やる気がねえ。家綺麗にしたになるよ、きっと。あ、そうだね。まあ、猫ちゃんのためにまずはちょっと家をちょっと変わりたいなと思って。あとはやっぱりまあ確かにね、フィットネスになるためにも、うん、
ずっとコンビニのものを食べられないからさ。まあちょっと綺麗にしようかな、とか。頑張りましょう。ちょっとね。イェイ。それぐらいかな。そうだね。あとは何があるんだっけ。みんな来年何するんだろう。来年どんな年なんだろうかな。来年はすごく変化の年らしいよ。本当？でももうオリンピックが来るからさ、いやちょっとオリンピックが来るの嬉しいんだけど半分嬉しくない。うーん、終わってほしくない。あのじゃなくてずっと。もう完全に観光地と思われる来年は。ずっと観光してる人だと思う。確かに勘違いされちゃいそう。そう。人が多そう。そうだね。電車がやばそう。あとは外国人のマナーはね、もうちょっと並んでほしいから。それはね、動画を出したいなと思ってます。そうだね、出したいね。出したいね。あとはでも変更するらしい。まあいい変更だったらね。イェーイって。もうちょっとやっぱり。今年がいろいろあったから来年はハッピー、もうちょっとハッピーとか、もうちょっと自分の楽しいことを やりたいなって思う。今年がやっぱりいろいろ試してみて、そうだね、確かにね、いろんな答え出た。やっぱりいろんなことを試してみたら、あ、これはな、これはな、ね、これはな、これはなってちょっと分かるようになってたから、うん、結構分かりやすい年、もう勉強になった年だね。だから来年はもうちょっとスキルアップして頑張ろうってな感じ、うん、頑張りましょう。イエーイ。皆さん応援してください。お願いします。じゃあ最後にいいこと、こといいこととかな。何何何何だろう。マジェット大体ってさ、今年はどうだった、すげえいい、最高だったねとかないじゃん、あんまり。でもないけど、やっぱりネガティブということがポジティブのことのを考えて、でなんでこんなことがネガティブだったのか、いいことだったと思う。やっぱりあの今新しいバンドのメンバーを来年から紹介するんだけど、やっぱり前のやつがダメじゃなかったら、きっと今何がちょっと変なかもしれないし、なんか結構変わってたんですね、うん、例えばヨシキさんも会えなかったらエレが生まれなかったかもしれない。そうだね。だから本当いろいろあったんです、ね、人生何があるか分からない、ね、ジャパニーモーションもそうだね。そうだね。リポーターがになるが大好きなので、それが分かってたから、もうちょっと一生懸命日本語で勉強して頑張りたいなと思います。はい、皆さんも1年になりますよね。はい、はい、皆さんも1年になりますように。リピート。はい、ということで、良いお年を。じゃあ皆さんバイ。マネージャーさんからも可愛い子さんバイ。